じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、ぼくくん、お花好き？そうなんだ。じゃあ、ぼくくん、朝顔の水やり当番に決定。ここから庭に出て左に行ったところのうちのすぐ脇に朝顔の棚があるから、そこに毎日水をやってね。もうちょっとで綺麗なお花がたくさん咲くのよ。こうして私は朝顔当番に任命された。朝顔と大判、早速水をやりに行きましょうか。降りれるかな、縁側から。降りれた。あとは操作に慣れるだけよ。まあちょっとバイオハザードの初代プレイセンみたいな感じだよね、動きが。水は？水やれないの？水道ひねんないとダメかな？そういうことか。オッケーオッケー。あとおじさんの工房行きたい。おじさんの工房どっから行くの？これ草むら入れないからこっちか。いけたいけた。おお、おじさんいる。こんにちは、ぼくくん。ここがおじさんの工房だよ。どう、なかなか面白い空間だろ。この工房はここの地名をとって月夜の用というんだ。おじさんはここで粘土をこねたりろくろを回して仕事をしてるんだ。もう少し沢の方へ行ったところにある大きな焼き窯が登り窯って言うんだけど、あそこに一昼夜頑張って火を入れて焼き物を完成させるんだ。じゃあ僕がここにいる間に火をつけるってこともあるの？実はね、夏は窯に火を入れると暑いから本当はやりたくないんだけどさ、多分8月の下旬になると焼くものが相当溜まってくるだろうから、その時には火を入れなきゃならないだろうな。なんだか楽しみだね。おじさんも暑い以外は楽しみなんだけどね。なるほどね。これ上に上がれないのかな。なんだ、まだここにいたんだ。おじさん家は縁側の横に裏門があるんだけど、そこから橋を経由して山の方に出られるんだよ。子供は大自然の中で遊んでいらっしゃい。夜の山は危ないから、あそこは昼間しか開けてないんだけどね。なるほど。じゃあ山に行こうか。持ち物は？ラジオ体操カード。虫取り網とかまだ持ってないんだ。釣り道具も持ってない。あ、網持った。網持ってたね。やったぜ。おじさん家広いなぁ。結局山じゃないところに来ちゃいそうだけど、あ、これが登り窯っすね。お。なんか虫捕まえたいね、せっかくだから。あ、でも結果山に行くよ。
お、沢だ。ここで行き止まりか。釣りができそうですね。よっと。あとは早く操作に慣れたい。こう、上ボタンが前に進む、下ボタンが後ろに戻る。で、左右で方向転換なんで、ちょっと癖があるんですよね。今の時代にやると。アナログスティック。アナログスティックでも、ちょっと微妙だな。あ、でも B ボタンを押してる間はずっと走り続けるのかな。B ボタン、×ボタンね。これを使えば方向転換だけで済むから、まだいいか。あんた、なんでここに来たのよ。そんな言い方ないでしょ。痛い目にあったって知らないんだから。え、どうして？教えない。ん？ちょっと意地悪だぞ。そうだね、この走るボタンを押すと走ってくれるから、これであとは方向転換っていう感じで進めれば操作が楽か。あ、蝶々つか、蝶々取れない。モンシロチョウ、まあ、一応飼っておこう。ここが、まあ、正門。いや、違うな。裏門だった。ここは開いてないのか。よっと。この車もね、かっこいいね。風情があって。こっちは何にもない。虫がいるんだけど取れない。取れない。いいか。じゃあ工房の隣、ここからね、ちょっと散策に行きましょう。釣り竿が欲しいね、早く。うわぁ、トウモロコシ畑じゃん。モンキチョウ。あ、いいねー。お、お地蔵さんだ。お供え物に真っ黒なアリンコたちがいっぱい。ここが分岐になってる。スイカあるよ、スイカ。あ、スイカ畑。看板。危険、民家近し、発砲注意。ん、こういうのなんか見つけていきたいな。何もないか、なんか秘密基地っぽいなって思ったんだけど。これ時間は？あ、地図になってんだ、これが。この虫かごの上が。おー、なるほど。タコ揚げ。持ってない。お墓あるね。クワやスキ、肥料が置いてある。どこの家の物置なのかな。ああ、ここも釣りができそうだ。
あ、この先行けない。なんだ、ここから先行けないんじゃないか。何かをロックしないと。で、橋を作ればいいのかな。木を切る。斧。おじさん家行かないと。あとはどっか行ける場所を探さないとね。カブトムシとかも取りたいからな。ここから拝借はできない。こっちは行けない？行けないか。ここは登れない。あれ、もう夕方になってる、もしかして。あ、反対方向あったね、そういえばね、お地蔵さんの。あ、夕方になってるわ、日暮らしが鳴いてる。ん？おお、蜂だ。あ、蜂がいるから、通れないのか。これ虫網でツンツンできないの？できないか。じゃあまず斧とか見つけたり、そうね、なんかしないといけないね。あっという間だな、夕方。あとは釣り竿も欲しいしな。家にあるかな。おじさんに聞いてみようかな。あ、おじさんいない。プラモデルありそうだよね。家の中もな、だいたい見たような気もしないではないんだけど。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえば最近、またまたスイカ泥棒がひどくてね。このまま今より悪くなったら見張りが必要かもしれないな。僕くんも何か見たら教えてくださいね。スイカ泥棒か。あと情報収集しないとな。お兄ちゃんすぐいなくなっちゃうんだよね。今日の晩ご飯はハンバーグと野菜の煮物、そして川エビの唐揚げ、おばちゃん風でした。ありがとう、おばちゃん。おじちゃん、もしスイカ泥棒を捕まえたらおじちゃんはどうするの？どうしようかな。おじさんも小さい頃盗んだことあるしな。へえ、おじちゃんも泥棒したことあるんだ。おいおい、人聞きの悪い。おじさんたちが盗んだのってスイカみたいに大きいやつじゃないぞ。そうそう、一人で一個ペロリと食べちゃえるんだ。当時アジ売りって言ってた可愛いやつだよ。それって今で言うところのメロンじゃないの？犯罪だね。
お腹すいたな。さっき食べたばっかなのにな。食べ物何が好き？何よ、デディが優雅な食後のひとときを楽しんでるというのにさ。まあどうにかして仲良くなっておきたいよね。今ちょっと当たりが強いからさ。ここが玄関、こっちはないのか。意外とうち狭いかもしれない。鍵がかかっている。2階に行ってお姉ちゃんのところ行ってみようか。鍵がかかっている。ってことは入れない。何か探すか。漫画の本と一緒に3年生の教科書が置いてある。うん。遠くに麓の鷺の里村が見えた。絵日記かな。絵日記を見るか、書くじゃなくてね。絵日記書いて寝ましょうかね、もうね。